じゃあさくらの理想の告白シチュエーション3、2、1、スタート。スンホンのやつ急に呼び出して何なんだよ。ガラガラ。急に呼び出して何なのよスンホン。ごめんさくら、大事な話あてラインしたよ。大事な話って？日本に来て世界で一番美しいもの、大切なもの見つけたよ。へえ、それは何ですか？桜。花の名前かな？あ、違うよ。桜、愛してますよ。私もさらへよ。待て待て待て、桜、ストップストップ俺はスンホンじゃないぞ。桜、見ろ。そうだ、桜そのままやれ。すいません、すいません。そのまま？そのままやる？スンホン、ま、スンホンじゃない。スンホンで来ないで。理想、理想、もちろん理想、ね、そもそもダンスってさ、うん、みんなを笑顔にできるじゃん。うん、まあエンターテインメント全般そうだと思うんだけど、ダンスは特にその笑顔にする力、俺は無限大だと思う。意外と深いとこまで考えてるんですね。何その、ね、普段は浅いみたいな言い方。意外とね、意外と。なんだろう、キーワード、うん、はさ、せーの。笑顔。そう。はい。さくらさくら、じゃーん。うちが大好きなビジュアル系バンドのディクテーブのステッカー。へえ。おー、やばいの。最近またグッズも増え始めて、もう最高に嬉しい。へえ。海ですよ。ね、もう海岸線まで出ちゃったよね。うん、めっちゃ綺麗。そうや、さくらってさ。はい。夢、何？あー、夢ですか？なんか気になるよね。ね、まあ私は現実的ですけど、うん、好きな人と付き合って、うん、まあいつかプロポーズされて、うん、で、まあ、結婚したいですね。うん、とか言って。さくらどう？もうすぐですね。お、多分多分多分かよ。おい、どうした？これ何ですかね？ん、はい。何もないよ。ないですね。お前も見てみる？いや、もういい。よし。もう。これなんて書いてあるんですかね？漢字？いや、日本語なのかな？わかんねえな。え？どうした？なんか、急に言われた。怪我は？多分大丈夫と思う。なに？おい、お前顔に何かついてるぞ。なに？なにこれ、気持ち悪い。なに？おい、どうした？なに？なに？なんで消えてんだよ。疲れ。ジュイナさん、首元にもなんかついてますよ。おい、どうした？おい。ジュイナさん。おい、どうした？ジュイナさん。
あの、藤岡さんですか？あ、まあ座って。あの、ここは？ここは俺が経営しているお店、サニープレイス。昼間は定食屋で、夜はバー。時々除霊も行ってる。君が映像送ってくれた、ソーダ君。はい。じゃあ早速だけど、これ飲んでみてくれる？あの、これは？それは、変媒水といって、まあ簡単に言ってしまうと、悪霊が取り付いているかどうかを調べるリトマス試験紙のようなものさ。これお酒じゃないですよね。高校生に酒を飲ませるわけないだろう。あの、これは全部飲まなきゃダメですか？うん、そうだね。でも飲まないと始まらないですよね、先輩。まあね。じゃあさくら、飲みます。秘伝の自然薬ぐらいに思っといてくれ。そういえば、さくらさん。はい。送ってくれた映像の中で変なこと言ってたよね。ああ、なんかあざみたいのが見えたんです。かける。え、何？おい、どうした？何？なん、なんで消えてんだよ。あれ、疲れ。ジュリナさん、首元にもなんかついてますよ。おい、どうした？おい。確かこんな感じだったと思うんですよね。おい、大丈夫か？それ何？何なんですかそれ。これは愛者だな。悪霊が脱皮した後に残った堆肥、つまり抜け殻。ちゃんと条例した方がいいだろうな。君たち、明日の予定を空けときなさい。君たちはここで待機していなさい。藤岡さん？ここではイザナミ流タイフの道館だ。
では早速条例を始める。中に入りなさい。高まはらにかむづまります。かむろぎかむろみのみこともちて、すめみおやかむいざなぎのおおかみ、つくしのひむがのたちばなのおとのあわぎはらに、みそぎはらえたまいときにあれませる、ハラヒトの狼たち。ジーナさん、ジーナ、ジーナどうしたの。と積み汚れを払いたまえ、ジーナさん、ジーナさん、ジーナ、ジーナ、落ち着いて、大丈夫だよ。甘く神、無日神、八百万の神たちともに少しもせと、藤岡さん、ジュリナさんが、かしこみかしこみまおす。南部天皇役の少女三男陽子。南無天薬人、南無御天皇薬病少女災難用語。大丈夫ですか。大丈夫だ。ジュリナ、ジュリナ、少女災難用語。ジュリナ、どうしたの。よかった。まだ安心するんじゃない。うち、もう終わりなんかな。は？お前そんなこと言うなよ。うん、え？何？一体？君も手伝え。今からここに結界を張る。これを壁中に張るんだ。はい。はい。テープ。はい。ちょっと待ってください。早く。はい。はい。ジュリナさんはもうドゥ・サンサーラが始まっている。ドゥ・サンサーラ。ああ、彼女の体に悪霊が取り付いていて精神を蝕み始めている。このままではね、彼女は死ぬよ。
早く追い払ってくださいよ。落ち着け。今あの空間に結界を張った。これから本格的な条例に入る。ただしこの条例を完全に行うには3日未満かかる。その間彼女にはあの部屋にいてもらう。じゃあ3日経ったらジュリナさんは助かるってことですよね。3日後に本格的な条例を行う。それ次第だ。それ次第ってなんだよ。昨日も条例して、今日も条例して、3日後も条例して、いつになったらジュリナは助かるんだよ。おい答える。先輩大丈夫ですか？先輩何するんですか？私を信じられないなら今すぐ帰りなさい。だが彼女を助けたいなら私の言うことを聞くんだ。さくらさん、あんたには手伝ってほしいことがある。ここから2つ峠を越えた先に秋葉山という山がある。秋葉山とは昔から神の住む神聖な山とこの辺りでは崇められており、許可のない入山が禁止されていた。また山のほとりにある御堂には遠い昔この地で活躍したまじない師が祭祀に使用していたという神聖な筆が祀られていた。今回条例で使うその筆を自分の代わりに取ってきてほしいというのが藤岡のお願いだった。本来なら私が行きたいのだが、彼女に取り付いた悪霊はディールガ・ドゥフカという極めて危険な悪霊だ。あまり時間の猶予はない。わかりました。ちょっと待てよ。だったら俺が行くよ。先輩。何？心配すんな。俺に任せろ。ってことでいいですよね、藤岡さん。お前にはできないよ。あの山はな、どんな誘惑にも負けない強靭な精神力の持ち主しか入山することできないんだ。俺がブレてるって言いたいんですか？さくらさん、やってくれるかい？はい、さくら、やります。先輩、それいつものですか？ああ、バレちった。はい。飲む？いいんですか？あ。お前、大丈夫か？無理してないか？先輩、ギュッてしてください。え？ギュッてしてくれたら私頑張れると思うんです。ああ、まあしょうがねえな。え？先輩の背中、汗臭い。おい、もう少しだけこのままでもいいですか？ああ、やっぱり俺が行くよ。もう大丈夫です。先輩はジュリナさんのそばにいてあげてください。ちょっと待て。よし、さくらが無事に帰ってこれるためのお守り。絶対にジュリナを助けような。はい先輩。じゃ、やっぱり似合ってる。ちょっと何撮ってるんですか？盗撮じゃないですか？いや、うん。絶対に使わないでくださいね。Thank you.
我々スタッフは祈祷を行う浮上家に同行する益子と、地図に記された筆を取りに行くさくらさんに同行する森沢に分かれ、翌日以降の取材撮影を行うこととした。おはよう。おはようございます。ここも回すんですか？まあそれは回さないとね。大変ですね。まあ、頑張ってください。よろしくお願いします。森沢さん、これ。締め縄か。どうやらこっから先が入山に当たるみたいだね。ここからいろいろと作法を守らないといけないみたいだ。はい。なんかもう電波ないみたいです。チキショウ。先輩、さくら頑張るよ。はい。払えたまい、清めたまえと申すことを、きこしめせと、かしこみかしこみも申す。とうとうここまで来たね。あとは無事に筆を持って帰るだけだ。はい。あ、そうだ、あ、わかりました。先輩の愛です。へえ。あ、ちょっと見ててもらってもいいですか？うん。これは我がイザナミ流に古くから伝わる教文だ。今回の条例術は我がイザナミ流の中でも最高ランクのものだ。
まずこの教文を三日三晩書き続ける。それから教文を7編唱え、イザナミの筆で印を記す。それから最終条例に入る。ディールガドゥフカの条例はそれほどまでに難易度が高い。君たちも私も覚悟を決める必要があるのだよ。そして彼女もね。でした。いや、すごい良かったよ。ブラボー。ありがとうございます。もしかしてさくらちゃんとそうたくんって両思いです。え、じゃあ付き合ってる。ジュリナさんのためなんです。先輩優しい人だから、私と先輩がイチャイチャしたらジュリナさんが気を使っちゃうじゃないですか。だから大会が終わるまでは二人は付き合わないことに決めたんです。え、それソータ君が言った？言ってないです。じゃあもう私を誰だと思ってるんですか。現役 JK さくらななですよ。おいじり、ん、口開けて。あー、あー、うん、おいしい。うん、おいしい。やっぱりそうちゃんが作るパフェは格別やね。もしものために持ってきたクッキングセット、役に立ってよかった。うん、な。え、もしかして二人って。あー、気づかれちゃいました。実は俺たち付き合ってるんです。あれ、でも昨日さくらさんと。すいません、さくらには俺の口から説明するんで、今のは見なかったことにしてもらってもいいですか。はい。先輩、今何してるのかな。あ、照明弾の時間だ。じゃあ、行こうか。はい、行きましょう。この先にある滝ですよね。そうだね。地図によるとこの辺りだったんだけどね。あれじゃないですか。そうかもしれないね。開けてみますね。鉄鋼かな。筆が見当たらないんですけど。そうだね。本当にここなんですか。ちょっと待ってね。
そうそう、これだよ。藤岡さんが言ってた筆ってこれだったんだよ。あ、これなんですね。筆っていうからおしおしの筆かと思いました。よかった、これで無事に帰れるね。あ、よくできてるね。地震か、なんだ、なんだよこれ。桜、動くな。あれは桜さんじゃない。彼女に取り付いた悪霊の仲間たちだ。心配するな、ここの結界はそう簡単には破られん。何これ。ジュリナ、ジュリナ、どけ。藤岡さん、思ったよりドゥサンサーラの進行が早い。俺にできることはないですか。そばにいてあげなさい。そして優しい言葉をかけ続けろ。はい。運命の人へ伝えたい歌がある。春も夏も秋も冬も So always I love for you. Oh, oh, oh.父ちゃん、ジュリナ、起きちった。もっと聞かせて。ああ、運命。藤岡さん、ジュリナの様子が変なんですけど。もはやこれまでか。
さくらさんの帰りを待っている余裕はないな。彼女をそこへ。藤岡さん、これでいいですか？下がりなさい。押さえとけ。はい。見ろ見ろ。お前の名前は何だ？お前の名前は何だ？このものに取り付いているものよ。名を名乗れ。させたのは。やはりお前だったか、賢淵。かつてこの地に嫁入り前の女がいた。終生の愛を約束した男がいたが、婚礼の前日に男は別の女と手を取って逃げてしまった。悲しみを募らせた女は山中の滝壺に身を沈め入水自殺をした。雨土に酔わす荒御霊、荒神よ聞こしめせ。我願わくは三千世界のあらゆる夫婦を呪い、しいし捧げ奉ら。呪いの言葉を吐いて女郎雲の化粧となった女は、やがて通りがかる者を水底に引き込む妖怪、賢淵と呼ばれるようになったという。見覚えのある顔だな。お前まさか雲玄か？雲玄を知っているのか？知っているも何も、俺を封印したんじゃないか。さてはお前、雲玄の身内か？雲玄はどうした？そりゃそうだよな。俺らみたいなのを四六時中相手にしてたら命がいくつあっても足んねえよな。なあ教えてくれよ、雲玄は一体誰に殺されたんだ？雲玄は天寿を全うしたよ。もう100年ほど前の話だ。雲玄は我がイザナミ流に伝わる明治時代のタイプの名、そして私の名は道館、イザナミ流を継ぐものだ。せっかく出てきたところを申し訳ないが、もう一度封印させてもらう。まさかお前一人でじゃないだろうな。それがどうした？無理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 、
笑わせるのはよしてくれよ。お前が知ってる長老雲とはわけが違うんだよ。運慶でもな、20人は弟子がいたぞ。他の奴らはどうした？恐れをなして逃げ出したか。逃げ出した奴など一人もいない。だが今のイザナミ流には私しかいないんだ。ただそれだけのこと。さあ早くその者の体から出ていきなさい。俺一人殺したところでな。今この世界はサッダーマの滅亡を迎えつつあるんだ。ふざけるな、そんなはずはない。まあそう思いたいのもわからなくはない。だがお前も知ってんだろう。お前ら人間はな、自分の力を過信しすぎたんだよ。そりゃあの方だって目をつぶっていてくれるわけないのさ。うるさい野郎だな。眠れ。ナム天薬師、ナムゴステルの薬用少女災難用語。もう一度自己紹介しといてやるよ。俺の名前はな、上郎雲の賢口だ。バザラダンカン、桜さん、今だ。藤岡さん。ここは。まさか。どうしたのこの服。わかんないですよ。何なんですかここ。ここはね、アーカーシャなんだよ。アーカーシャ、本当に存在したのか。すごいな、言い伝えは本当だったんだ。いやでも冷静に考えよう。ということはこれはあの、いやあの藤岡さん、僕らにも分かるように説明してもらっていいですか。ここはね、ジュリナさんの精神世界なんだよ。つまりね、イザナミ流の最高の条例術は依頼者の精神世界に入って条例する術だったんだ。
いいかい、さくらちゃん。ここで君がジョローグモを条例するんだ。君はそれができる人間、ゴーストパニッシャーなんだよ。いや、ジョーカと どうやって心の赴くままに動けだ。はい。おお、先輩。おいじり。じゃあ開けて。何言ってるんですか先輩。おいしい。うん、おいしい。やっぱりそうちゃんが作るパフェは格別やね。さくらさん、これは記憶の断片だ。話しかけても反応は返ってこない。もしものために持ってきたクッキングセット、役に立ってよかった。おいじゅり。ん？口開けて。何なんですかこれ。最悪。いや、だって二人付き合ってるからね。え？あれ、知らなかった？いや、ない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 。何言ってるんですか？先輩は私のことが好きなんですよ。もう、こういうの見せられると彼女としては困りますよね。とりあえずここには賢口はいないようだ。次の部屋に移動しようか。はーい。ここは？ここは私たちが合宿できた旅館ですね。ジュニナさんがいるところに賢口がいる可能性が高い。君たちが泊まっていた部屋はどこだよ。案内します。理想の告白シチュエーションまで3、2、1、スタート。もう数本のやつ急に呼び出してきてなんなん。ガラガラ。急に呼び出してなんなん数本。ごめんジュリナ、大事な話あて LINE した。なんなんですかこれ、胸クソ悪いんですけど。大事な話って？日本に来た世界で一番美しいもの、大切なもの見つけた。へえ、それって何ですか？ジュリナ、もうやめろ。もう数本のやつ急に呼び出してきてなんなん。ガラガラ。もうやだ。ここにも手がかりは何もないようだね。行こうか。はい。もっと手を正面。で、手のひらもっと前。手を正面。そして笑顔。よし。で、ワン、ツー、スリー。よし、じゃあカウントでやってみよう。5、6、7、8。1、2、3。おお、いい感じ。いいんじゃない。じゃあさくらにも教えてあげようや。きっと喜ぶで。そうだね。よし、じゃあ戻ろうか。おー、ちょっと待って、一つ忘れてない？あ、ごめんごめん。
さくらさん。さくらさん。森田君。藤岡さん。ナム天薬人ナムコズ天皇薬物少女災難用語。君は逃げろ。ここは私が何とかする。こいつまた逃げ上がった、うん、藤岡さん。森沢君。あれ、さくらちゃん。ここにいたんだね。おじさんたち探したよ。うるさい、帰れ。そんなこと言わないでよ。なんか飲む。うるさい老害。とりあえずこれ返しておくよ。なんで私がやんなきゃいけないんだ。ふざけんな。そんなに好きなら先輩がやればいいんだ。さくらちゃん、分かってるよ。今最低なこと言ったよ。けど先輩のこと好きだったの。好きで好きで仕方なかったの。だからもうどうしたらいいか分かんないの。もうほっといて。
昔俺が学生の頃サークルのみんなで飲み会をしたんだ。その日は荒れた席でみんなテキーラをガブガブ飲んでた。俺も5、6杯飲んだかな。翌朝目覚めると俺はなぜか自宅のベッドで寝てた。後から聞いたら同期の坂本くんが俺を家まで運んでくれたらしい。やっぱり人の思いやりってのはいいよな。飲め。俺の特製ノンアルコールレッドアイ。二日酔い効くぞ。いらない。そっか。効果は抜群なんだけどな。どうやら近づいてるようだな。行くよ。桜さん、こればかりは無理かもしれない。おお、うん、南無天薬人、南無五頭天王、薬病少女災難用語。桜さん、さくらさん、何かがいる。何の鳴き声？
辻岡さん、熱がっぱ、藤岡さん、藤岡さん、熱がっぱ、藤岡さん、謝れ、うん、謝れ、うん、謝れ、うん、謝れって言ってるのに、ジュリナさんはこの先にいる。
おお、さくらさん危ないよ。ちょっと待って、この子多分敵じゃない。何この子、テクテクしててかわいい。あ、テクテクしてるから今日から君はテクちゃんだ。せーの、テク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 。いよいよだね。うん、ありがとう、テクちゃん。私の名前はゴーストパニッシャーさくら。ゴーストパニッシャーさくら。
ジュリー、ジュリー、そうちゃん、うち生きとる、生きとる。さくら、ありがとう。ありがとな、さくら。よかったです、お幸せに。なんか悪霊が取り付いてたからしんどかっただけなんだなみたいな。それが終わってからは全くないですね。うん、じゃあまあさくらさんとも、そうたくんともまあなんかやっていて、もう元の状態に戻れたみたいな。はい、そうですね。はい。ただそうやって苦しんでる人を隣で見ていて、なんか僕自身もその苦しい気持ちというか。僕も何か分かってあげないとと思う中で励ましたりとか、そういった自分の精神的な成長という意味ではあったのかなと思います。残念だったね、大会出れなくて。蒼太君が風邪だって。そうなんですよ、本当に頼りない先輩ですよね。とか言いながらまだ好きなんだろう。それは絶対絶対にないです。ところで、君がテクちゃんと呼んでた生き物だけど、どうやら君の式神みたいだね。式神って何ですか？簡単に言うと、さくらさんのお守りってこと。テクちゃん、私のお守りなんだ。あ、やっばい、忘れてた。ちょっとこれつけといて。おい、次の案件来てんだけど。あ、すぐ来た、すぐ来た。もうしょうがないな。心霊、亡霊、超常現象、ポルターガイスト、身の回りに起こる不可解な現象など、私に条例してほしい人はこちらのツイッターのアカウントまで DM 送ってください。以上、ゴーストパニッシャーさくらでした。イエイ。